赤羽オルソブニアウイルスは、半数類における、中枢神経系の先天性異常を引き起こす、接触動物媒介性ウイルス。赤羽ウイルスとアイのウイルスがあり、両方ともアルボウイルスであり、先天性血管の発生に関与する。赤羽ウイルスの名称は、最初に発見された、日本の群馬県赤羽村に由来する。両方のウイルスは一般に赤羽ウイルスとして、扱われる。 赤羽ウイルスは、成獣、幼獣いずれにもほとんど臨床症状を引き起こさない。このウイルスは胎児に影響を与えるが、発病に至る状況をまとめると以下の通りとなる。1、妊娠中の母体が以前このウイルスと接触した、経験を持たず、免疫のない状態で感染した時に、2. ウイルスは胎盤を通じて腹子に感染する。とりわけ中枢神経系を犯すことで、 種樹の障害を引き起こす。発症した子牛は視力を失うこともあり、また授乳、歩行、軍行動の学習などにも支障をきたす。このウイルスは水牛、ラクダ、馬、羊、ヤギ、犬を含む他の動物に感染する可能性もある。これらの動物のうち水牛以外では発病が一般に確認されておらず、 感染しても重大な事態は引き起こさないものと考えられる。赤羽ウイルスによる感染症と戦うためには電波経路を知る必要がある。赤羽ウイルスによる動物の感染症はオーストラリア地区に多く認められ、電波経路はヌカカカの症候虫中であるオーストラリアヌカカカルコイドブレバタルシスによる吸血である。実際に症候虫中から 赤羽ウイルスが検出されており、C ブレバタルシスはこの疾病の拡大の原因である。通常、この小昆虫はオーストラリア地区に分布し、免疫によりこの疾病による症状を示さない。適切な気候条件にウイルス媒介昆虫は感受性動物に感染を広げる。もし、牛が初感染であった場合には、分娩季節に疾病を示す可能性がある。 診断は臨床症状と血液内の抗体の証明により可能であり、ウイルスの分離は免疫系工法や PCR 法を用いて試すことが可能である。赤羽病の治療は他の多くのウイルス病と同様に実用的ではない。軽症例では治癒するが稀に重篤となる。通常は感染牛は処分される。 ワクチン接種は病気の蔓延を制御する目的で使用されている。可能であれば接触動物の移動管理が望ましいが、多くの場合その実行は困難である。赤羽病は C ブレバタルシスが不定期に飛来する地域で重視される疾病である。オーストラリアにおいてブルータング病が発生した場合には、昆虫媒介感染症であるブルータング病の媒介者ともなり得る。 シーブレバタルシスの分布や生存状況を知る有用な手段となる。ニューサウズウェールズ北東部を含むオーストラリア北部では、ほとんどすべての牧畜業者が関節公縮や中枢神経系の障害とみられる症例など1000点以上を持つ子牛の出産を経験している。そのうち遺伝的原因や妊娠期間中の事故など、 感染症以外の原因によるものの割合はわずかで、ある。2011年に、ヨーロッパで新型、オルソブニアウイルスが流行した。このウイルスは当初ドイツのシュマレンベルク近郊で、分離検出され、非公式に、シュマレンベルクウイルスと名付けられた。SBV は、赤羽ウイルス及びアイノウイルスと、同群にあたるオルソブニアウイルス属の深部、血清群に属しており、 とりわけ、赤羽ウイルスと、シャモンダウイルスに遺伝子的に禁煙とされている。ありがとうございます。